どうもシャーペンです。今回は、鋼の錬金術師コラボが3月2日の11時59分まで開催ということで、もう1週間切ってますね。なのでこの週末とか28日のモンストの日を使って、まあ、最後まで楽しんでいきましょう。で、この動画はもうおそらく鋼コラボキャラクターの全キャラクターの詳細が判明したと思われますので、第2弾キャラクターについての最終考察完全まとめをやっていこうかなと思います。でもすでに第1弾のガチャキャラクターとか降臨キャラクターについてのまとめを行っているんで、まあこれは概要欄からご覧ください。この動画も2弾で新たに登場したキャラクターのみ紹介していこうかなと思います。ということで、ご覧ください。まずは第2弾ガチャキャラクターの最終考察を見ていきましょう。バン・ホーエンハイム、SS の演出とご覧ください。どうぞ。ダメオ地雷魔法陣の3種のギミックに対応しておりまして、まあ、ごく一部のクエストではあるんですけども、このビットンブレイカービットンを壊すことができるんでも特定の状況では輝くことはありますね。で、超バランス型が乗る友情コンボは貫通ターゲットロックオン衝撃キャラありまして、まあ、一撃の火力はでかいというか、普段友情コンボが通りづらい敵に通ることもあるよっていう。で、サブのラウンドバーストはこの SS の減速率緩和によって味方が動きやすくなって、このラウンドバーストも溜めやすくなるんで、この SS との相性というか効果力を出しやすいですね。で、 SS のターン数は長いんですけども短縮アビリティはあるんで、ある程度早くは打てるっていう。で、内容としても減速率の緩和と、まあ、画面全体への遅延効果なんでかなり便利ではあるんですけども、ただちょっと問題としては非属性のこのギミック対応に明確な仕事が少なくて、この中だったらまあ結構怪しかった非属性反射のダメオ魔法陣の方面は最近、まあ、超絶回とはいえも直近のダマスカス回が、まあ、非属性反射有利のダメオ魔法陣だったんで、これちょっと痛いなっていう、消費されてしまった可能性もありますし、まあ、そうなるとまあコラボ超級でハマるのかなって、まあ、それこそお父様でハマるかと思ったらそれすら全く関係なかったんで、結構疑問残るキャラクターになっちゃいましたね。そうなるとまあ今後3ギミック対応クエストを求められるのか、まあ、ウェザーリポートのように爆裂でガッチリハマるのかって感じはあるんですけども、ただこれ思うのはね、惜しいんですよね。これ貴属性だったら天魔2の上位鉄性なんですよ絶対。まあ、なんならそのまま非属性としても貫通だった場合は、まあ、天魔3ではまあ鬼丸と被ってしまうんですけど、まあ、サポーター役としてこれも SS が刺さりそうだったんで、まあ、両方ともまあ、火力兼 SS のサポート枠としては上位手線狙い立ったのがちょっともったいないというか、まあ、モンストもいろんなプレイヤーがいるんで何でもかんでも天馬基準にするのはあんまりいい考えではないと思ってるんですけど、どうしてもこれはちょっと惜しいなと思っちゃいますね。続きましてオリビエ SS どうぞ。あなたは汚れなくて今この世を背負っている大人、我らの生き様を見せんで何とする。転送壁を含む3種のギミックに対応しておりまして、まあ、超 AGB と GB キラーで、まあ、重力が登場するクエストに強く、友情コンボの方にも GB キラー乗りまして、しかも両方と水属性ということから超バランス型の倍率も乗っかって、重力がいっぱい登場する非属性のクエストではもうしっかり強いですね。一応シールドモードでも火ダメを軽減できるんですけど、ただこれは各ステージ開始一旦のみなんで、まあ、ちょっとこれはおまけと考えた方がいいですね。これにさらに SS に割合効果がありまして、まあ、1段階目は14ターンから打てるっていうこの回転率の良さがいいなと思っていたんですけど、ただこれ後々仕様が判明すると、まあ自強化倍率がそこまで高くなくて、しかも割合効果自身もまあボス必中とはいえ、もうボスだけの単体で短縮アビリティなしの22ターン2段階目でも約 28% の割合と判明しまして、まあこれ最近の割合 SS を見てるとね、これになんかデバフとかの追加の効果あるとか、なんならもう範囲割合、もう下手したら画面全体割合とかも、まあ、あって、しかも 28% 以上の割合って珍しくないんで、ちょっとこれ SS がなんかまだ特殊な仕様が隠れてるんではないかと疑ってしまうほどのもの
ものになってますね。ただとはいってもこの噛み合った際の殴りと友情コンボの火力は十分だと思っているんで、まあ非属性で重力転送神のクエストが登場したら、まあ初日は絶対まあ上位鉄星を取るんではないかなと思いますね。まあ、あとはこのクエストの仕事がどのタイミングで来るかっていうのが気になりますね。直近の情報修正とかで増えているんで、結構目と鼻の先だと思っているんですけども、どうなるんでしょうか。で第2弾星6キャラクター最後がリザ&ロイ SS。 はい、ついてきてくれるか。お望みとあれば。ついてきてくれるか。お望みとあれば。転送株を含む3種のギミックに対応していて、まあ、ダウンポジションキラーと回復のこの攻守を強化するアビリティを持ってますね。で砲撃型かつダウンポジションキラーが乗って画面下半分の敵にヒラーが乗る友情コンボは2種の長距離オールスルーバレットっていうの、結構これ見た目以上に出るんですよね。まあ、ちょっと打ち方を考える必要もありはするんですけども、まあ、別に悪くはないですね。ただ砲撃型というのもあってか若干ステータスが調整されてる印象はありますね。まあでもここもギミック対応が怪しいキャラクターでして、まあ、直近キャラクターの情報修正とかで増えている、光属性ダメの転送株でありまして、やっぱり特にやっぱり SS が強いというか、これ唯一無理でありますからね。言ったら画面全的に確定で防御ダウンと弱点効果アップで、しかも大号令の要素もあって、この光属性ダメを転送株のクエストで最適パーティーを組む際に、まあ、一枠入る可能性は大いにあり得るんじゃないかなと思ってますね。個人的ですけども期待しております。以上第2弾星6キャラクターの3体でした。で星5キャラクターなんですけども、ヒューズはヤクモの相方として、エイズミは星5キャラクターながらランページウォールボム持ってまして、まあ、両方ともかなり優秀ですね。できればラックマックス運救助にしたいんですけども、ただ一旦とりあえずこの2人は確保はしておきましょう。特にエイズミは艦隊分というか3体持っておきたいですね。ということで第2弾ガチャのまとめなんですけども、まあ大小あるとはいえ3体とも将来性ですね、完全に。で特に可能性としては、まあ転送壁を持っていても直近で同対応のキャラクターの追加が多いオリベイとリザ&ロイなんですけども、まあ、さっき言ったように特にリザ&ロイは SS のスペックも高いんで、僕はこの中だったら一番当たりではないかなと思ってますね。まあただ言っても将来性っていうのはかなり不確定な要素なんで、まあ初日からもう高難易度をクリアしたりも周回したりを絶対したいというプレイヤーは追う価値はある。ただそうではない、別にもう初日を逃しても後から追加されるキャラクターでもいいわっていう人だったら、もう性能目当てで引く必要ってのはあんまりなさそうですね。ハガレンキャラクターが好きだからって、もうこれは全然健全な理由なんで止めないですけども、という理由もあって星5キャラクターも優秀なんですけども、ただこの影響で運救助作った方がいいってのをお勧めしづらいですね。まあ分類するんだったらどっちかといえば第1弾は即戦力で、第2弾は将来性って感じですかね。ただ前回の動画でまとめたんですけども、この中だったらやっぱりエルリック兄弟は一番抜けてますね。で続きまして第2弾の降臨キャラクターを見ていきましょう。まずはゾルフ・J ・キンブリー SS。 はい、ああいい音だ、体はそこに響く、実にいい音だ。重力減速株のギミック対応とか、このアタッチボムは完全にこのゴージャスのディビジョンと共通しておりまして、基本的にはね叶わないんですけども、ただアジントマ族に対してはキラーが乗りまして、まあ友情コンボにも乗って、まあそれが乗るアタッチボムの火力は上回ってますし、しかも使用としてもこのアタッチボムってのはまあ一強になり得る可能性があるんで、今全く手つけてなかったらかなり作成難しくなってるんですけども、コラボ始まってから毎日やっている場合はもう運極になってると思いますし、まあ直ドルキャラクターで作りやすいにしてはそこそこ強いっていう、まあお得なキャラクターではないでしょうか。で続いてがスロース SS。 はい、そう、俺最速のホミンクルス、めんどくせえ、恐れるな、我が軍略は無敵ぞ。転送株含む3種のギミック対応と、まあ、そこそこの殴り火力のパワー型の高い攻撃力に、まあ、SS も動き回ればするんで、でもギミック対応としてもライバルは少ないですし、まあ、鉄製となったら運枠としての活躍に期待はできるなと思います。で続いてがプライド SS。 はい、約束の日までおとなしくしていてもらいます。次こそは必ず。重力ワープの主要ギミック2種と転送カメに対応しておりまして、まあ、短縮できる SS は全敵を攻撃するもので、まあ、配置によってはもうボスをいっぱい巻き込んで一気に飛ばすこともできますね。友情コンボも砲撃型の追撃貫通なんで、これも結構珍しいというか降臨キャラクターとしては初ですかね、砲撃型。まあ、これもクエストの仕様によっては刺さる友情コンボですし、結構運枠としては高水準に思えましたね。しかも究極のキャラクターで、でさらにオリビエと同対応の水属性重力転送壁なんで、まあ、ここでの活躍に期待したいなと思っております。でそして超究極キャラクターのお父様 SS。 はい、無駄なことは、人間の時は私に指一本触れることができない。3種のギミック対応には埋水 M 超アンチアップ、さらにはパワーオーラで時間殴り火力を強化しておりまして、
まあ、友情コンボはパワー型で減退しているんですけども、これをパワーオーラでカバーしている。で、友情コンボ自体も降臨キャラクター初の強落雷でありまして、まあ、ランダム性はあるんですけども阻害されずに、まあ、当たるだけで効果力を発揮する場合もありますね。で、これ SS なんですけども画面全体割合と確定しまして、まあ、しかもそれに HP 吸収のおまけがついている。なんか割合のパーセンテージと、まあ、1体におけるパーセンテージのなんか値が一緒らしいんですよ。なんかそれが透過効果っていう、それによって安定した火力を出しつつ、まあ、HP 管理も可能で、で、しかも今回ミッションクリアすることによって英雄の証を獲得可能でありまして、まあ、ワクワクの緑の強化も可能っていう。パワー型で若干扱いづらくはあるんですけども、これもまあ一撃がでかいクエストとか、それが重要なクエストの、まあ、激究極とか、まあ、控えの冒険戦とか、そういう面倒なクエストでハマる気がしますね。実際この証のシステムがあったコラボ長期のジンは結構活躍したんで、まあ、それと同じくらい強いかっていうと、まあ、ちょっとライバルは若干多い気がするんですけども、1個や2個は取ってくんじゃないかなと思いますね。で、次がアメストリスミッションで入手できるジャン・ハボック SS。 はい、まったくこれだから現場慣れしてねえやつはよ。ダメを減速壁ブロックの3種のギミックに対応しているんですけども、まあどの設定も結構ライバルはそこそこ多いですね。で、しかもこのギミック対応以外の特筆事項ってのはそこまでないんで、まあ優先して起用されることは少なそうですね。で、同じくミッションキャラクターフー&ランファン SS。 はい、まあ、かなり珍しい友情コンボのクナイなんですけども、ちょっとした貫通弱点ロックオン衝撃からありまして、まあ、刺さったら強いですけども、まあ、段数としてはね少ないですからね、まあ、こちらも運枠としての仕事というかはミッションのついでに作れる運曲ですからね。で、最後がログインで入手できるメイちゃん SS。 はい、こちらも同じく特に性能に言うことはないんですけども、まあログインするだけの運力になるんで手軽枠ですかね。まあ、ということでまとめると、まあ現状の評価で言ったらもう純粋にスペックが高めのお父様とゾルフは優先とは言えるんですけど、ね、まあ、やっぱり気になるのは転送壁キャラクターですね。で、タラタラ対応してるだけでなく、まあ、強みもあるスロースプライドは気になるところはあって、まあ、特に僕はプライドはかなりあんじゃないかなと思ってますね。で、あとまあ今回ミッションキャラクター、ログインキャラクターは作成難易度に見合ったものになってんじゃないかなと思います。はい、ということで以上、まあ第2弾キャラクターをまとめて、まあ、これにて、まあ、ハガレンコラボについての最終考察を終えようと思います。いかがだったでしょうか？よかったらコメントで神谷さんの、まあ、コラボへの感想とかお待ちしております。あと、ついでにチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんでよろしくお願いします。高評価もぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さようなら、アルケミスト。